一人で何してんの？ん？よう、アスナにシノ。何か買い物？いや、適当にブラブラしていただけだよ。そっちは？消耗品の買い足し。まだ始めたばかりのゲームだから贅沢はできないけど。ポーション一つでも買おうかどうか迷っちゃうよね。ねえ、せっかくだから3人でお店を回らない？邪魔しちゃってもいいのか？もちろんよ。エスコートしてくれる人がいれば、買い物の合間の食事とかいろいろ期待しちゃうじゃない。まあ、おやつ程度のものなら俺持ちでも。冗談。でも来てくれた方が穴場の店やアイテムの有用性を聞けるから、そういう点を期待しちゃうのは本当。ああ、それならいくらでも聞いてもらっても大丈夫だよ。それじゃあ行こっか。次はこのお店を覗いてみようか。へえ、いい雰囲気じゃない。何？どうしたの？消耗品を買いに来たんじゃ。この店はアクセサリーショップなんですけど。ついてくるしかないのよ。才ですか。このペンダントのデザインいいな。ステータスの内容次第では買っちゃうかも。ステータスを気にするならプレイヤー売りのフル装備を買った方が良くないか。そうなんだけど、そうじゃなくて数値だけじゃないんだよ装備って。ステータス次第って言うから提案したのに。ねえねえ、せっかくだからブブのお店も覗いていかない？あ、はいはい、仰せのままに。見せてもらってもいいかしら？はいよ、じっくり見てってくれ。使いこなすには微妙にステータスが足りないわね。あそこに置いてあるやつならちょうどいいんじゃないか。なあ、あれを見せてくれ。これかい？ほらよ。ほんと、悪くないわね。アスナの方はどうだ？どうした？このお店何か引っかかるんだけど、それが何なのかわからなくて。ねえ、どうせだから他の武器屋も覗いてみない？他の武器屋って？ほら、女の人が店員さんのお店があったと思うんだけど。女の店員？あ、それだよ、違和感の正体。何よ、違和感って。このお店、前は女の店員さんだったの。ああ、そういえば。それって、働いてる NPC が変わったってこと？そんな話聞いたこともないぞ。じゃあ、なんで変わったんだろう。普通に考えれば、NPC が変わるイベントが発生したっていうのが可能性として高いけど、そんなイベントは聞いたこともないし、
NPC が変わったことにゲーム的な意味を感じない。この無意味な変化は一体何なんだ？